というのがありますの で、はい、そうなんです。ただやはりそういった気になるというのも本当にこう、ただですね、ジャイアンツの投手陣も、はい、やはりこの若手陣が非常に躍動するという、はい、昨日の DeNA 戦だったんですよ、海老原さん、はい、あえてそういう話に持ってっていますけど、あれはさ、はい、ちょっと大変なことが起きてますよ、大変なこと起きてる、はい、だから僕一応流れを作ろうと思ったんですけど、そこはそんな、はい、海老原さんが、はい、それもはい、ご紹介させていただきたいと思います、はい、この放送席に来ていただきました、昨日登板されました沼田翔平投手です、よろしくお願いします、お願いします、よろしくお願いいたします。私初めてこの近くで、はい、はい、拝見してますけども、大変なイケメンさんですね。そうなんです、見てください、あ、今ズームアップになってます、本当に我々隠れた方がいいです、あれはさ、おじさんは顔隠さないでください、今、いや、僕らはちょっと下がりますんで、はい、なので先日宮崎のブルペンでも原監督からも、はい、すぐ俳優になれるってお話されてましたもんね、徳光さんから、はいはい、言っていただきました。そうなんです、そうなんですよ。いやでも本当にかっこいいです、はい、沼田さんか矢貫候補かっていう、矢貫候補もかっこいいですよね、はい、そういうこと徳光さんおっしゃってましたから、そうなんです、はい、ただその、まあ、容姿だけではなくて、そう、内容、ピッチングの内容も投げられたんですよね。そうなんです、でその中でも原監督も、はい、この育成の秋田ってピッチャーがすごく良かったと、はい、これ沼田さんご本人ご覧になるの何回かご覧になりました、昨日のピッチング昨日見ました、あ、そうですか、はい、試合終わってから、あ、なるほど、さあ1イニングを投げて打者3人です、そして1つの三振も取っています、そしてこの沼田投手が今までは宮崎キャンプの時には2軍でのスタートになっていたじゃないですか、はい、監督も嬉しそうですね、はい、なので昨日この試合が終わった後の監督インタビューの中では、まあ、沼田投手そして米原投手というのが、はい、まあ、この育成の投手が良かったなというふうに、そして先ほどもバッティング練習でちょっと僕原監督とお話したんですけど、そうですか、その時にもそこを言ってました。沼田さん、はい、ご本人は監督とは何かお話されましたか。いや、よかったねっていう話ぐらいしかしてないです。 はい、あえてでしょうね、あえてですね、あえて、はい、期待の表れですね。そこで言うと今年のそのキャンプですと本当にこうどうですか、順調に何か仕上がってる感じというか自身の中で何か感じるところってありますか。いやでもそんなに、ええ、去年と変わって何かっていうのはないんですけど、うん、まあ、試合でだんだん結果がつながってきてるなっていうのは徐々に感じてます、はい、昨日のマウンドっていうのはまず緊張感っていうのはありましたか。昨日はもう緊張すぎて何も考えれなかったですそうだったんですか、はい、でも投げ終わった後のちょっとインタビューをさせていただいた時に、はい、もう何も考えず抑えることを意識したというのは逆にそれは緊張も含め考えられなかったというのもあったということですか。もういつも、ええ、いや、そのいつもゼロで抑えるっていうのは持って投げてるんですけど、まあ、特にもう昨日頭真っ白な状態で、ええ、まあ、一応目標は持ってましたっていうのを、はい、でもそれがまたしっかりと結果としてなってくるとどうですか、ご自身の中で積み上がっていく感じありますか、自信として。そうですね、うん、はい、いろんなバッターと対戦できるチャンスなんでそこはもうすごく嬉しいですね、投げて。やっぱりその結果は出さなければいけないっていうようなその気持ちがその緊張感にっていう感じですか。はい、もう意識しなくても、はい、やっぱり抑えないといけないっていうのは無意識でも意識しちゃうんで。そうですよね、その終わった時にも支配下登録というのはあまり意識せず投げたいというのは逆に言うと意識してしまうところがもう今言われたようにちょっと強いということですか。はい、そうです、もう、はい、強すぎます。強すぎると、はい、そこを目指してずっとやってるんで、はい、海老原さん、そういうのはやっぱりこう選手の強い思いがまたこう結果として出てくる感じありますよね。そうですね、うん、で実際その、まあ、真っ白になられたということですが、その、はい、やろうとしていたことそしてやれたことっていうのは手応えというのはどうだろう。11球ではありましたけども、いやでも一番自分のベストで投げれたなっていうのはもう昨日一番感じました。あ、そうですか。投げた中でも結構良かった方です。あ、そうですか、はい、でもそういう、まあ、ある意味大事な、はい、まあ、チャンスのこの機会でそういった状態で上がれるっていうのはなかなか持ってらっしゃって、ね、持ってらっしゃってですね。今ツイッターが来てまして、はい、沼田投手に質問です、はい、沼田投手ズバリご自身の一番の売りは何ですかと、トボさんからいただきました。はい、ありがとうございます。一番の売り、はい、ここを見てっていうような、やっぱりストレートの綺麗さとか、うん、はい、やっぱそういうところを、はい、ずっと求めてるんで、うん、そういうところ見てほしいなっていうのはありますね。
あとそのストレートの綺麗なところというのもありますので、ぜひ沼田さんにお伺いしたいことがありまして、はい、あの沼田さんのフォーム、あの素人目で拝見しているとすごいあの狭いレールの中に体を入れてこう投げているイメージがあるんですよ、はい、それやっぱり意識されてるんですか。もともとその今メジャー行ってる前田健太さんとか ああいうのを意識しててずっと、あ、なるほど、自然とああいう形になってったっていう感じですね。意識してた。確かに前田投手もこう狭いところにこう体を入れてって投げてる感じしますもんね、はい、だから体のブレというのない感じですもんね。これもまっすぐそのままスンと狭いところにこう体、これ改めてご覧になっていかがですか。それができてる感じはありますか。だいぶだんだん本当投げ慣れてきて再現性高くなってきたなっていうのはやっぱ自分でも感じます、はい、やっぱり再現性ですか。いつでもそれができるかと。そうですね、やっぱその確率が上がれば、まあ、投げるコースも安定してくるんで、はい、昨日だとあの狙ったところにも投げることができたというのもありましたが、じゃあその分の手応えというのは実戦でここはできてる感じですか。だいぶ、はい、うん、まあ、あんまり試合では意識しないんですけど、コントロールとかっていうのは無意識でもだいぶそこを狙ったところに行けるっていうのはだんだん感じてるんで、はい、今あのツイッターが来てまして、はい、実況者高田さんから顔が売りって言ってほしかった、でもやっぱりストレートだよねと、ね、なかなか ご本人がねご自身でなかなかそこのコーナー言えないかもしれないですが、それぐらいにあの見てる皆さんもあのこう表情含め注目をしているというところも、はい、これありますよね、はい、あとはその野田さんが、まあ、あのプロ野球選手の方の中では、まあ、その、まあ、細身といいますか、はい、いう感じだと思う。体重何キロぐらいですか。今でも73キロとかですね。73キロ、はい、身長は75です。だからもう逆にそういった、はい、あの細身 あのアマチュアの野球選手も夢を与えるといいますかね。そうですよ。でもあの体重も入団してから12キロぐらい大きくなったっていうのもちょっと書いてあったんですけど、 そうです、はい、それぐらいにプロとしての体もやっぱ出来上がってきてるっていうのはありますか。はい、もう去年はもう食べまくって。あ、そうなんですか。はい、何を一番食べて体作りましたとかってあります。いや、もともとご飯っていうのはあんまり食べれなかったんで、そう、意識的にお米をたくさん食べたりとか、はい、してました。どのくらいですか、量で言うと。例えば、いや、でも大体その今まで高校とかだったらもうお茶碗一杯ぐらいが限界だったんです、はい、それ我々と我々のより少ないかもしれません、はい、僕と意味があるさんどうですね。一回ぐらいおかわりしましたね。そうですね。いや、それぐらい全然ご飯食べれなくてダメかなと思ってたんですけど、意外に食べてみたら太るっていうのに気づいて量でいうとどのぐらいご飯の量は増えたんですか。お茶碗一杯だったのか。あ、でもその量とか球場で食べるご飯をその出されたものを食べてるだけで、まあ、大体500キロカロリーぐらいなんですけど、はい、まあ、それ1日取るだけで1500で、プロテインとか朝2杯夜2杯とか飲むともう十分な栄養取れるんで、気づいたら大きくなっていったみたいな、やっぱりね、食事も素晴らしいってことですね、はい、じゃあやっぱりあの、はい、食トレというのもありますから、しっかりそのトレーニングも、はい、まあ重ねられたからこそのこの体作りからこういった投球の結果にもつながってきていると。そうですね、はい、今73キロとおっしゃってましたけど、で12キロ増えたってことは、はい、プロになった時は61キロだったってことですか。62キロとかですね。今もうだんだんちょっとオフ走りまくったりとかして、はい、ちょっと体締めたりとかしたんですけど、はい、一時期は75キロとかそれぐらいまで上がってて、そうですね、はい、やっぱりそうするとボールの重さですとか、はい、何か体重乗ってるなって感覚ありますか。まあ、自分ではあんまりこう、ええ、なんか変わったなっていう感覚はないんですけど、取ってる人からは、ええ、前より重くなったよね、強くなったよねっていうのは言っていただけるんで。そうですか、はい、そういう積み重ねでのまたこの一軍で戦うという部分の体作りもしっかりできているので、そしてまたこの実戦もありますし、何かあの宮本投手チーフコーチを含めいろんなアドバイス、はい、コミュニケーションというのを結構取ってますか。そうですね、でも思い切っていけっていうことしか、うん、あんまり変に意識させないようにしていただいているのか分からないですけど、あんまりこう深くは何も会話してないですね。あの昨日それをお話ししたときに、はい、この放送席にいたあの村田真一さんが、はい、思い切っていけというのだけで思い切っていけてるっていうのはすごいというふうに、その気持ち、ね、心持ちとしてはそれを言われても思い切りいけないもんなんですって。でもそこでその言葉であの背中を押されたというような形で結果を出せるって、はい、これはすごいよというのを昨日の中継で言ってましたよ。なるほど、はい、
でまっすぐが売りだと、はい、でも変化球も結構な、前田健太さんがやっぱり、まあ、理想といいますか、はい、目標の選手ではあるんですか。そうですね、まあ、中学校ぐらいからずっと目標にしてて、まあ、ちょっと投げ方とかは全然違うんですけど、グローブの使い方とかは、でもある程度目標にしてやってたので、はい、なるほど。いやでも本当楽しみです。でそれこそも原監督も今育成がいい、元気いいからさっていうのを言ってくれているので、はい、ますますこれが、まあ、アピールという部分もなってきますものね、はい、そうですね、沖縄は野田さん、いや初めてかってことですか、はい、去年の3軍の時に、はい、最初キャンプの最初沖縄スタートだったんで、それが初めて、はい、あいかがですか沖縄は。そのそれこそ食事、いや美味しいです普通に、はい、普通にってなんかちょっといやいやですねよくこれを食べますみたいのがあったりですとか、なんか沖縄ならではなのかわかんないですけど、なんかラーメンっぽい沖縄そば、沖縄そば、沖縄そば、はい、いっぱい食べてました。ああれも大きくなるでしょうね。そうですね、まあ、それこそまた宮崎ですと地鶏を食べて美味しかったっていう各選手も言っていましたし、はい、そういったまたかこの、まあ、食べることというのも一つの仕事という部分もありますもんね。これはいやそういった部分の、あ、はい、そうなんですね、はい、あの今あのここにあのこスタッフが出したカンペ見てはいと言ってくれましたけど、そろそろお別れというのが出たんですが、もう次、まあ、おっしゃれないかもしれない、次ももうなんか投げる日っていうのはまだわからないんですか。まだ変わんないですね。あ、そうですか、はい、言われてないです。あ、そうですか。でもまたここで実践で見れるというのは非常に楽しみになりましたし、そしてまたここでこういうふうにお話を聞けるとね、はい、ファンの皆さんもよし、またこの沼田投手のマウンドというの注目というのはあると思いますので、はい、ちなみに俳優業には全く興味ないですか。何も意識してないですでもそれぐらいにやっぱりこのイケメンでかっこいいというのもありますから、そういったところも、徳光さんが本当に太鼓判を押してましたんでね、なので原監督もそれほどそうだよなみたいなこと言われてましたからね、はい、非常に楽しみですし、はい、それもまたプレーで見せていただきたいと思います、はい、お忙しい中時間を作って放送席に来ていただきました、はい、沼田翔平投手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。